チュリーチャンネル。チャンネルでーす。今までは鈴島井の前を行った田中祐介です。大宮太郎です。南所です。視聴者質問コーナー。概要欄にメールアドレスを設定しておりまして、その中からですね質問を答えていきたいと思います。来てるんですか？溜まっております。そもそも、はい、最後にやったのは2年ぐらいだからそもそも来てるんですか？2年ありましたからあの頃まだヤブミだったもんねそうそうそう11日に直接言う。そう、というわけでね、まあね、久々に2年ぶりぐらいですか、やっていきたいと思います。お願いします。おーす。おーきに。今回はジャンルを絞って、今は春なんで、やっぱ春といえば新生活、まあ、いろいろ環境が変わると思うんですね。ちょっとそっち路線の悩みといいますか、質問といいますか、そういうのをちょっと俺らなりに答えていこうかなと。新生活慣れしてるうちらがね、もう答えてあげようかなと。見てるやつ多分一生春休みだから、ね、言うたけど。でもね、あの春は来ないんですよ。今回は新生活を始めるにあたって不安なこと、まあそんくらい簡単に答えてあげますよ。一番多かったのが人間関係、新しく新生活が始まる上で新しい人との出会いがございますが、その中で良好な人間関係を築けるかどうかが不安ですと、どうしたらいいでしょう。これ学校の人と職場っていうかお仕事でも結構変わりますよね。学校だったら、まあ言うてみんな対等じゃないですか、同い年がいてね。職場だとやっぱこう組織の一番下っ端に入るわけですから、なんか意気込みはやっぱ変わりません。同期もいるっちゃいるけどみたいなね。どっちに狙いいくかで、仲間の同期を作るか、むしろ上から気に入られるようにいくかで。学生だったら、まああれだね、あの生きらないことは大事じゃない。いや、あのだからこう学生だったらよ。え、学校入った時どんな姿でしょ？初日金髪サングラス。そういうのダメ。ゴリの生きりだから。そういうのダメっすね。あの室内でもサングラス取る。入学式的な小規模なことやってましたけど、その時もつけてました。ガクトじゃねえか。だから素顔見たの多分数日後です。あ、こいつこんな顔してんだ。それダメっす、ね、そう、あのこれはダメだね。ダメ。そう、これはダメだね。そうするとやっぱこう、いや、あいつちょっと近寄りがたいなみたいな風になっちゃうんで、俺みたいに。俺みたいに友達できなくなっちゃうから。そう、まずは例えば大学とか行ったら試しにサークル行ってみるとか、まずサングラスも外すこと。そうですね。まずサングラスしちゃいけないです。バイトとか社会人とかになってくるとどうすかね。まあでもバイトだったら絶対に学生は飲食がやっぱおすすめだけどね。そうね、やっぱ飯が出るってでかいよね。飲食店とかの方が同い年は多い気がする。学生はね、特に、ね、時期的に同じ人が入ってくるし、居酒屋レストラン、工場とかダメよ。でもやっぱり店長と仲良くなるっていうのは結構大事なような気がする。俺らはまだいい店長に巡り合ってるからだけど、まあね、そうみたいなやつもいるから店長がいたら。俺過去にネズミ捕まえて蹴り殺して笑ってる店長いてる。最高っすこういうとじじくさい感じになっちゃいますけど、やっぱ挨拶した方がいいっすよ。挨拶はできる人間だったら。いや、まあそれはそうよね。でも今ね、やっぱ下のやつとかだと朝スッて来ても素通りのやつとか、ぐらいもなし。素通りのやつもいますよ。もうガン無視ってこと。え、でもいるはいます。俺泣いちゃうわね、やっぱ挨拶はねしっかり。怒らないタイプね、それでね。それで怒らないタイプ。なんかしたかな。もちろん仕事での良好関係という意味でもね、まあ、まずやっぱ、まあ、必要最低限の、まあ、礼儀を返すね。はい、ね、もうニコニコ顔で挨拶してたら大体平気だから。とりあえず生きらないで挨拶をするね。こんな答えです、ね。はい、これでいける。はい、解決しました。じゃあ次。シャルムシェリーの皆さん、こんばんは。バス、はい、シャルムシェリーといえば貧乏バンドですけど
急にナイフ刺してくれ。私も新生活を始めるにあたってお金のやりくりが不安でございます。一人暮らしなのかな。貧乏バンドに聞くことではございませんが、書いてないのですから。書いてないよ。あれでもリアル家計をつけてます。はいはいはい。それしないと給料の大半は洋服に飛んでっちゃうんで。それを防ぐためにも今自分がどんだけあって、今月はどんだけ使っててみたいなのがすぐ分かった方がいいですね。でグラフでちゃんと出てくる。今のアプリでつけれるから、うん、食費とかね。そうですそうです、うんうん、全部でグラフでビーって出てくるんで、一人暮らしかそうじゃないかも変わってくる気はするけど、学生のバイトだったらもう働いたら働いた分だけ遊べるっていうのは賞味。大丈夫かな。お金のやりくり不安だって言ってるじゃん。お前遊べる。いやだからでもそんぐらいの方がいい。学生遊べるうちにやっぱ遊んだ方がいいよ、まあ、ね気はする、うん、それはあります。そのためにやっぱバイトしてるし、うんうん、学生のうちはやっぱもう使ってなんもみたいなとこは正直俺は思う。一人暮らしとかまたね家賃とかいろいろあるかもしれないけど、まあ、ね、どうせお母さんとか仕送りくれるでしょ。そうか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 。家計簿もそうだけどちょっとした貯金とか大事じゃない、うん、なんか500円玉貯金とか俺やってるけど、そのまだ続いてる。え、俺一緒やってる。一緒やってる。何年やってんだろうな。結構やってる。だって俺500円玉貯金でゲーム機も買ったし PC も買ってる。電気屋さんの店員めっちゃ困ってた。あ、もう500円のまま持ってった。もうビニールやばいっすよ。やばい。そう嫌な逆。大人の話になっちゃいますけど、ニーサとかやっぱちょっとまあまあまあ、そろそろやっぱ積み立てのやつあれって将来でしょ。そうですよ、ね、新生活がやっぱり不安だってことは今欲しい。今じゃない。いやもう一発あるしたい。そうね、馬だね。馬か。馬です。どうですか馬は、うん、さ馬はいいっすよ。馬はあり。馬はあり。ありない。馬ない。学生ならなお。なお。親のすねをかじれる間は馬はあり。終わってるまして。頑張って働いて競馬でかけまくったらそのうち当たる。まあでも100円から遊べますから競馬は。はい。光栄だし。翔さん当たってましたよね。僕はあの1000円買って6600円になりました。じゃあ5000円くらい、ね。い学生はでかいっすよ。でかいよ学生の5000円は。でかいよ。まあ、夢ありますから。お馬さんは。というわけで、じゃあ馬ということで。これで解決かな。解決したね。まあね、質問出す窓口間違えてる。シュルムシェリーさん、こんばんは。こんばんは。野前さんといえば、シュルムシェリーの中で一番好き嫌いが多いイメージがございますが、私も新生活、一人暮らしを始めるにあたって食生活の偏りが不安です。初めての自炊だったり、はい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 、食生活の偏りがあるんじゃないかと。皆さんどうされてますか。見え張らない、本当に。もう野菜これ買って、あれ買って、あれ買ってとかやんない。まずはもうチンジャオロースの素みたいなやつをまず買う。そうで、ピーマンとこれがあればできますよみたいなやつから始めていく。できることから始めていく。それで自炊の楽しさみたいなのを自分で感じ取っていく。いえ。新生活始めた時って、まあ、初めての自炊もあるからおしゃれな料理作ろうとかそういったことをやると、まあ、3日も持たんわけ。そうだから、そうまず続けることが大事なんですよ、ね、まずはね米を炊く。ああ、それは、うん、マストですね。まず米を炊く、まず米を炊くとこから始め、本当に手の込んだことしなくていいんですよ。そうなんですよ、本当に。米って何でも合うから。それお前の主観なんだよ。あとはもうね、卵があれば卵かけご飯も食えるわけですね。スクランブルエッグも作れる。でもそれだとやっぱ健康に偏り出ません？栄養に偏り出ません？そう、一番怖いのがやっぱ野菜を買わない。一人暮らしの時はしかもさ、一人で食べきれない量じゃん。例えばキャベツとかってさ、一玉買うアホがいるからな、うん、千切りのものを買うとか、あの角キャベみたいなさ、はい、でもね、それした方がいいんじゃない？それ高くなりますよ。でも、まあね、いやでもさ、腐らすのよどうせ。一人暮らしで仕事とかバイトがあって忙しくて帰ってきてもう今日じゃねえからいいやってなって、結局腐らすんですよ。あ、でもね、
リアルいいっすか。僕自分で飯作るときは夕飯の分と朝食わないんですよ。次の日の昼飯用のお弁当を作っちゃうんです。同じおかずで、だから2日連チャン。だから OL じゃん。だからチンジャーロースっつったら、チンジャーロース作ったら、うん、もう2日分作っちゃって、はい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 、で今食べる分とお弁当にお昼分詰めれば、お昼代も安く済むし。ああそう、ね、まあ、要はだから野菜とかが大事なわけじゃん、その栄養バランスとかって、まあそうね、肉とかは多分勝手に意識しないでも食うじゃん。肉とか魚とかってちょっとだけ意識するだけでいいと思うんだよね。例えばスーパーのなんかプチトマトなんか6個入りくらいのやつを買ってみるとか、なんか意識しないと野菜って食べたくない。野菜取りすぎることってあんまないじゃん普段。まあそうね、あれば食うぐらいでしょ。だからちょっと意識するだけでいいと。それでサプリメント飲めば、それもあるよね。好きなもん食べてサプリメント飲めば、そんな気にするほどね人間もろくないから。初めての一人暮らしってまだ10代とかでしょ、まあ、全然余裕で力みなぎってるから。そんな気にしないじゃん。孫は優しいって聞いたことあります？もうわかんない。1日に取った方がいい食材、うん、まが豆、ごはごま、ごま、わが海藻、やが野菜だったから、そのまま野菜、魚で、しが椎茸でキノコ類で、いが芋だから、なんか偏ってかもなって不安になった時は孫は優しい。うん、なるほど、ね、思い返してあ食ってねえなっていうやつをチョイスすればわかる。孫は優しい。チョロシェリーの皆さんこんばんは。どうぞ。コロナ禍も落ち着いてきまして、こうやってもうみんなもマスク外してね、外とか歩いたりとか、確かにだいぶ見れるようになりましたけど、してる人の方が少ないような気がするわ。実家から初めて出て一人暮らしを始めるのだって、やっぱり体調管理が不安ですと。一人で熱とか出すと周りに誰もいない。あ、終わりですね、うん、体調管理で気をつけてることございますかと。あー、なるほどね。こういったご質問です。なるほどなるほど。確かに家に誰もいない時の体調不良はガチでしんどいよね。この間体調不良、なんか病気してませんでしょ。私、はい、え、俺してた最近病院行ってない。あ、胆石。あ、なんですかそれは。あ、だからその胆のってあるじゃん、はいはいはい、尿路結石の胆の版みたいな。胆の中に石あって、なんかお腹痛いなと思って病院行ったら石できてます。コロコロ転がってその炎症を起こしてただけで、ああ、いや今はもう炎症収まってるから、でもみんなも炎症起きないだけで石はあるかもしれないから。ああ、そう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 、ね、それがちょっとなんか最近あったことですね。なるときはなりますから、こういう病気はね。まあ年齢もあるのかもしれないけど。悲しいことに。いやでもね、シンプルにね、睡眠時間をね長くしたらだいぶ体調子いいっすよ。どれ何時間くらい平均？5時間は寝ます。6は寝たいなっていう。なるほどね。体鍛えると代謝上がって風邪ひかなくなるっていう。そういうの早田が結構詳しいんじゃない？でも俺風邪ひきまくってたからな。早田風邪ひきまくるんだよ。そう、説得力そう。めっちゃ筋トレとか多分毎日今でもしてるでしょ。いや、まあ簡単なことしかしてないけど。そう、筋トレ多分もう十何年とかやってますね。ずっとやってるのにめちゃくちゃ風邪ひくんだよ。年6行きますね。因果関係ないんじゃないかと思うけど。でもまあ俺この前インフルにかかって、まあ、病院行って、まあ、お兄さん身長高いからそもそも風邪をひきやすいんだよねって言われて。あ、身長のせいなんだね。俺は多分筋肉じゃカバーしきれない身長で風邪をめっちゃ引いてるっぽい。あれですかね、うちらより上のところにウイルスが。ああ、ウイルスが多い像に顔があるから。君らが吸う前に俺が全部吸い込む。そういうことです。ありがとう。だから風邪ひかないんです。ありがとうありがとうありがとう。じゃあ自分よりパナあるやつを横に置いておけば、ウイルス全部吸い込んでいく。空気清浄機みたいな。そうだね。急に納得できたわ。睡眠時間を長くする、体を鍛える、でけえやつの隣にいる。何もしてねえんだよな。してなさそうっすね。でもあんまりかかんないよね、風邪とか。うん、そんなね、うん。風邪ひくよりはね、目腫れぼったくなるもんね。そうね。粘膜の部分が弱いから。風邪とかってことでしょ、まあ、風邪とかインフルとかでしょ、うん、まあ、そうでしょ。俺はマジでかかんないけどね。そうね。
そういうのがね、怪我はするけど、そう、病気は本当になんないからね。それこそもさっきの食生活もやっぱり関係はしてくるんじゃないのかなって思う。野菜取ったりとか。でも俺全く鍛えてないから、今一撃がでかいから。そうだね。ダンスって聞いたことないですよね。そう、名称のわからないから一撃ってことからさ、何で言ってるんだろうね。なったことない病気にばっかなんだよね。肺に穴開いたわ、石がポロポロできたわ。俺よりジジイじゃん。超音波で見てもらったんだけどさ、旦那さん病になってたわ。じゃねえんだ。最低3つあるんだよ。シンクレネにあった手洗いうがい。あ、最低。あ、そう。やり病が出るときは自主的にマスクした方がいいわ。あ、そうだね。俺もね、未だにしてるもん。どうしてる。あと意外とやっぱ一人暮らしとかってなるとちょっとさ、ルーズになったりとかするじゃん。いろいろ生活面がいろいろ、例えば服脱ぎっぱにしちゃったりとかさ、いろいろ実家ではしなかったことをしちゃうみたいな。歯磨きをね、やった方がいいと思うんですよ。虫歯で死ぬとかあるから、マジで。普通にでもやっぱ一人暮らしでちょっとね、なんか酒飲んで酔っ払って帰ってきて朝帰りでもう無理みたいなんで寝ちゃうとか。で俺は絶対そのしないから、俺歯磨きしないと寝れないタイプだから。あんだけベッペロに酔っ払ってたの歯磨きできるすごいよな。俺はもうゲロゲロになってもうするから、ね、でもシャワー浴びながら寝るからね。栄養とって体鍛える、よく寝る。そう、よく寝る。はい、概要欄にあのメールアドレス設定しておりますので、よかったらメールください。いつでもお待ちしております。というわけで、今日はこれで終わります。以上、しょみしでした。よっしゃー。今日も動画見てくれてありがとう。あおっきょんです。 SNS は概要欄からよろしく。チャンネル登録と高評価もよろしく。バイバーイ。バイバーイ。